のグランドチャンピオンシップスってオーバーオールの戦いでは、そろそろあの優勝お願いしますみたいな感じのこととかをすごい言われます、うん、周りから、はい、その中でやっぱりね、今日一番話題としては盛り上がってしまうかもの、噛むよ。まあ本当に日本で一番やっぱり研究されてる方なので、まあ、尊敬もしていますし、いつか倒さなきゃいけないっていうその気持ちっていうのもあります。ビキニフィットネス、もうこれオールジャパンで2018から、まあ、2021のチャンピオン3連覇中でございます。男子あずさ、自己紹介します。はじめまして、男子あずさです。JBBF でっていう団体で今ビキニフィットネスの競技をやらせていただいておりますということでよろしくお願いします。これ視聴者の皆さんにちょっと今日お伝えしておきたいんですけど、はい、大体コンテスト会場で会う時以外に会う時は、はい、大体2人とも結構酔ってる状態という中でね、っていうそうです。今日はお互い一滴も飲んでない、シラフの状態で会うのが、はい、初めてということで、はい、まあ、ちょっとこうお互いこうファイティングポーズを探りながらの ね、はい、トークセッションになりそうな予感はありますけれども、はい、2021年か、うんうんうん、まあ、優勝3連覇ということだけれども、結構これね、連覇とかさ、はい、してるとこう期待とかプレッシャーっていうのは毎年やっぱあるもんですか？いやそうですね、でもやっぱ年々強くなっていくプレッシャーは、周りからのプレッシャーとか本当に実際に言われるんで、皆さんから、いや今年は絶対あれオーバーオール優勝だねみたいなのとか、うんうん、なんかオールジャパンに対してはそんなに言われないんですけど、グランドチャンピオンシップスってオーバーオールの戦いでは、なんかそろそろ優勝お願いしますみたいな感じのこととかをすごい言われます、周りから。もうオールジャパンはもう周りの目からすると優勝して当たり前になってるわけですよね、まあ、みたいな、そういう風潮はあると思います、うんうん、はい、その中でやっぱりね、今日一番話題としては盛り上がってしまうかもの、噛むよ。やっぱりグランドチャンピオンシップオール、オーバーオールのね、はいはいはい、やっぱ安井友梨さんという方がいますけれども、はいはい、まあ、某番組で結構まあそういうライバル関係というか、すごい私と安井さんはそういうバチバチみたいな感じで、やっぱりどうしても番組側もそうやりたかったと思うんですけど、はい、実際別に何だろう、まあ、安井さんっていうのは本当絶対女王であって、私たちの団体ではまあ本当に分厚い壁なんですよ、うんうんうん、でなんかそんな中でなんかまあ私がまあ競技をやっていくうちに、そろそろ安井さんを倒してオールチャンピオンになってっていう、まあ、周りからの言葉もあり、なんかまあそういう風な感じで作り上げられてる感じっていうのは若干あって、うんうん、で私もまあそう言われたらじゃあ頑張りますって言うしかないじゃないですか。だから本来私はこの競技をやってるのって、まあ、自分の人生を豊かにするためにやってるっていう気持ちなんですよ、うんうんうん、まず。でその中で、まあ、目標としてやっぱりどんどん上を目指していくっていう中で、オーバーオールチャンピオンっていうのが今私の中では国内でまだ達成できてない一つの夢なので、うんうん、まあそのためにまあそこのチャンピオンである安井さんを倒さなければいけないっていう、なんだろう、そこはあるんですけど、なんかまあ本人が嫌いとか、まあ、そういうのはもちろんないですし、なんだろう、私が始めた時からもうチャンピオンだったので、なんかそこに私が近づいてきてることもすごく嬉しいですし、まあ本当に日本で一番やっぱり研究されてる方なので、まあ、尊敬もしていますし、いつか倒さなきゃいけないっていうその気持ちっていうのもあります。お、絶対一緒に戦うであろう人とはあんまり仲良くしないようにしてます。なるほどね、はい、その心はやっぱり結局はなんか仲良くしてたとしても、結局ステージで戦ったライバルになるわけじゃないですか、はいはい、それだったらなんかその仲良しっていうのは多分こう真のところでは無理な気がするんですよね。アスリートですよ、はい、これが本当の、うん、なんかその上辺になっちゃうっていうか、もともと友達で後からライバルになったっていうのだったらあると思うんですけど、うんうんうん、もうもともとライバルっていうか、もともともう戦うことが決まっている中で仲を深めていくっていうのは多分無理かな、私の中では。なるほどね、はい、うん、もうこれはやっぱり本音だわ、今のところは本当にね、ごめんなさい、マジで初めてアスリートっぽい発言を
まあいつもねこんななかなか真面目な話しないですからね。しないですね。お酒の楽しい席なんでね。はいはいはい。やっぱそっか、そこはやっぱなんだろうな、こうメンズの選手とちょっと違うところはあるのかな。メンズの選手って意外に仲良かったりね、うん、うん、するけれど、やっぱりそこはある意味けじめというか。そうですね、うん、だからまあそのもちろんその口きかないとかじゃなくって、うんうんうん、なんかその必要以上になんか2人でご飯行ったりとか、うんうんうん、なんかしたりしないように、うんうん、なんかそこまでは仲良くならないようにしてます、うんうん、もう簡単に言ったら安井選手もまあライバルであり、まあ、一つの壁ではあるから、はいはいはい、まあ、その一つとしての、そうですね、あの人としての選手、はいはい、選手としてのお付き合い、はいはいはい、うん、感じか、うん、そっか、まあちょっと安心する人もいるのかな。そうですね、多分そうかもしれないです、うん、なんか本当に周りが結構そういう風に作り上げてるっていうところがあって、うん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 、意外と選手同士別にそんなにギスギスしてないと思います。うん、はい、で、やっぱりあの発表の瞬間あったじゃないですか、オーバーオール発表の瞬間、はいはい、あの時のねやっぱり男子選手の表情要はあの、はい、コールされる前の、はい、もうあの何とも言えない表情されてたんです、はいはいはい、あの時の気持ちってどんな気持ちだったんですか。不安、神に頼むというか、うん、もう本当にお願いします、うん、今年本当にお願いしますみたいな気持ち で、うん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 、であとは家族があの見えるところにあの いたんですよ、うんうんうん、前結構最前列の方に、はい、で、まあ、私あ多分知ってると思うんですけど、私父を亡くして2020年に、ね、うんうんうん、で母があのずっとこうお父さんの写真をこうってやってるのが見えてできました。うーん、なんかあ私本当に今年いろいろあったけど頑張ったなみたいな気持ちが込み上げてきたのと、うんうんうん、これで優勝どうにかしたいっていうそのなんか本当に頼む気持ちっていうか、うん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 、それがもう全部込み上げて溢れてきちゃった感じ。うん、特に、まあ、去年ですよね。去年の、そうですね、あの時って要はテレビも入ってるし、うんうん、しかもそのそうですね、お父様のこともあったし、やっぱりこう今まで崩せなかった壁を今年こそはっていう、もう全てのなんか条件とかいうかね、うんうん、そうですね、そういったものがなんか重なったから、やっぱりこう今までの結果発表とは多分違うね。確かに、うん、あのねやっぱりいや終わった後にああいう表情になるっていうのは俺何度も見てるんですけど、はいはいはい、選手っていうのが、うんうんうん、ただやっぱもうあ相当な思いが詰まってたんだなっていうのはやっぱすごく感じました。そうですね、うん、あれはやっぱり競技、まあ、その父のこともありっていうなんかいろんな家族、なんかその家族がやっぱ暗い1年になっちゃってたので、うん、なんかここでなんかまあ、家族の光になりたいっていうか、うんうんうん、家族をなんかこう元気づけるような、うん、なんか存在になりたいっていうのでなんか結構自分をこう奮い立たせて頑張ってた、うん、で当時はそんなになんか自分がすごいなんか辛いとかあんま思ってなかったんですけど、うんうん、終わってみたら私すごい精神的にめちゃめちゃきつかったなっていうのは今思います、うん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 、当時はなんか多分本当に気が張り詰めててなんか目標に向かって本当にちょっとずつ盲信って感じだったんですけど、あの瞬間に全部なんか糸が切れたっていう感じ。でもそこまでのプロセスで、うんうんうん、お母様があの席で、ね、お父さんのこう写真持っていて、あそこまでのあのプロセス、娘があそこまで頑張ってやってるってのはもう間違いなく俺は家族の光になってたと。いや、うん、俺がだって父親だったら結果関係ないもん。そこまで頑張って、はいはい、やっぱこう、うん、あの表情になるぐらいまで娘が頑張ってるっていうところはやっぱり多分ね、家族にとってマジで光だと思う。うん、ありがとうございます。本当に。まあでもやっぱね、コンテストって本当に超厳しいもんだから、そうですね。やっぱり食事管理っていうところがどの競技よりも厳しいところだから、その中で結構その時のメンタル状況って結構減量にも影響するじゃないですか。そうですね。だから結構ね、うん、そのお父さんのことがあってベストじゃない状況でのね年間計画だったと思うから結構大変だったでしょう。そうですね、ね、はい、うん、3ヶ月ぐらいやっぱトレーニングできなくてすごい辛くて、だから人前に行けなかったんですよ。人に会ってなんかもし家族の話されたらどうしようとか、それでお父さんのなんか話題とかになった時になんか普通に振る舞えないなと思って、だからゴールドジムに行くとやっぱ知り合いとかいるじゃないですか、うん、だからゴールドジムにまず行けなくて、
そうだったんだ。そうですね、だから3ヶ月ちょっとぐらいは本当に一切トレーニングもされて、その時すごい痩せて、食事もとってたんですけど、とってるつもりなんだけど、なんか本調子じゃないというか、うん、だから1年のうち、なんだろう、もう3、まあ本当大事な3ヶ月は本当に何もできてなかったから、うん、まあ、そこから やっぱりやろうってなってからは本当にスイッチが入って、そこからはすごい良かったんですけど、うんうん、そうだよね、本当やっぱ俺たちトレーニーにとっての3ヶ月の空白ってめちゃくちゃ大きいじゃないですか。大きいですね、本当に、うん、でむしろその3ヶ月で取り戻せるのかなっていう不安も上乗せされるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、間に合うのか、うん、じゃあこれでじゃあ減量入って大丈夫なのかっていう、うん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 、そんな中での、まあ、だからあの瞬間のあの表情に全てが詰まってたってことだよ、このドラマが。確かに、うん、あそこまでこう感情がガッて溢れたこと本当に今までなくてびっくりしました、うん。